アドルフ・エルプスレイはドイツの画家である。マリアンネ・フォン・ベレフキンとアレクセイ・フォンやウレンスキーと共にミュンヘン新芸術家協会の創立メンバーとなった。ニューヨークに生まれた。ベルギシェスラントのバルメンの実業家の家系で、父親はドイツの貿易会社のオーナーの一人で15年間ニューヨークで働いた後、1887年に家族とドイツに帰国した。 エルプスレイはバルメンの学校に通った後、商人の教育を受けた。1901年からカールスルーへの美術学校で学び始め、エルンスト・シュルトやルートヴィッシュ・ミットロイテに学び、カールスルーへで学んだアレクサンデル・カノルトやゲオルク・タッペルトと友人になった。1904年にミュンヘンに移り、後に、 美術収集家になる親戚のオスカー・ビッテンシュタインと同じアパートで暮らし、絵の修行を続けた。1905年にミュンヘン美術院でルートビヒ・ヘルテリヒに学んだ。1907年に裕福な実業家、シュシャルとの娘でマタイとこの女性と結婚した。1908年の秋にマリアンネ・フォン・ベレフキンとアレクセイ・フォンやウレンスキーと知り合い。 ミュンヘン新芸術家協会の創立メンバーになった。新芸術家協会は、ワシリー・カンディンスキーを理事長にして発足し、エルプスレイは事務局を務めることになった、エルプスレイの友人のカノルトやビッテンシュタインも、新芸術家協会に加わった。1909年に、故郷のバルメンで、地元の美術協会が企画した、最初の個展を開いた。この頃、エルプスレイの作品は、 ヤウレンスキーの影響を受けたものになった。新芸術家協会は1909年12月に第1回のグループ展を開催し、エルブスレイは3点の作品を出展した。1910年の第2回のグループ展のために、フランス人メンバーのピエール・ジリューとベレフキン、ヤウレンスキーとパリを訪れ、ジョルジュ・ブラックやアンドレ・ドラン、パブロ・ピカソラに愛出展を得た。 内紛からカンディンスキーが理事長を辞めた後、エルプスレイがその地位を継ぐが、その後、1911年のグループ展を前に、カンディンスキーは、ガブリエレ・ミュンター、フランツ・マルクラと共に、新芸術家協会を脱退し、青木氏を結成することになった。1911年に開かれた第3回グループ展が、新芸術家協会の最後の展覧会になった。 1913年に新芸術家協会のメンバーは、レオプツラのグループ、ショルやパウル・クレイを中心に作られたセマなどと統合されたミュンヘン新分流派のメンバーとなった。第一次世界大戦が始まると、1915年に徴兵され、軍部に就いた。1919年にミュンヘンに戻り、1920年代は新植物主義の運動にも、 興味を示したとされる。1933年にナチスが権力を持つと、ミュンヘン新芸術家協会に参加した画家たちの作品は大敗芸術に指定され、作品の発表の場所を失い、バイエルンの町、一金区に引退し、1947年に一金区で死去した。ありがとうございます。